ルイス・アルフォンソ・ガルシア・エチェバリアは、メキシコ合衆国ハリスコ州出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、メキシカンリーグのメキシコシキレット・デビルズに所属している。1996年に、投手として、ボストン・レッドソックスと契約。1998年から打者に転向した。2001年まで、参加のマイナーチームでプレーした。その後は、 セントルイスカージナルス、クリーブランドインディアンス、ロサンゼルスドジャース、ニューヨークメッツを渡り歩いた。2004年にドジャース参加トリプル A 級ラスベガスで打率314、32本塁が95打点の成績を残し、メキシコウィンターリーグにおいて2008年から2010年の間3期連続で本塁打王に輝いた。 2006年開幕前の3月に第1回ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に選出された。2006年以降はメキシカンリーグのモンテレ・ーサルタンズでプレーしている。2011年6月7日、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。2日後に一軍初昇格。来日初打席でセンター前ヒットを放った。当初はなかなか成績を残せず、 スタメンをちする試合が多かった。しかし徐々に日本の野球に順応し始め、8月頃から一塁種のレギュラーとして中軸を任されるようになった。山崎武史が不審でスタメンを外されるようになってからはシーズン閉幕まで4番に座り、打率261、8本塁打、34打点という成績を残した。2012年シーズン開幕直後、 夫人の第二子出産に立ち会うため、4月3日に出場選手登録を抹消されて一時帰国。再び日本に戻った後は2軍で数試合の調整出場を経て1軍復帰。4番から7番までのいずれかの打順を主に指名打者にて任されている。6月22日、福島県郡山市のホテルで着替え中にぎっくり腰になり登録抹消となった。復帰後、 全く打てなくなってしまい最終的に77試合出場、打率、227、7本塁打と不本意なシーズンだった。11月21日、自由契約選手として公示された。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のメキシコ代表に選出された。この年からメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズに復帰。 2015年3月27日にユカタンライオンズへ移籍した。2017年3月23日にメキシコシキレットレビルズへ移籍。背番号は18。広角に打ち返す打撃を見せる。かつては種田人志を彷彿とさせるがにはただ法だったが、2012年シーズン終盤からは重心を高くしたフォームになっている。ありがとうございます。